危ねえぞ。来ないでくれ。みんなに偉そうにしてみんなを騙してるつもりでいた。やっぱり防具なんて消えた。善意じゃないです。え、おかみさんは仕事だからそう言ったんですよ。人がせっかくいい感じに盛り上がっていたのに。申し訳ありませんが、その通りです。お客様の素性に気づいていてもそれを疑ってはいけないのだ。先のことなんざ誰にも分かりゃしません。可能性は消えない。お客様はお客様のままです。無理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 、僕才能ないです。賞なんて絶対取れません。おい、やめ。ああ、3歳の頃からスイミングスクールに通っているはず。さあ、ナコを迎えに行くよ。ナコ、かっこよかったわよ。死ぬことすら満足にできないなんて、僕は。次郎丸さん、才能ありますよ。私とミンコさんとナコさんが出てくるの。え、私たちがお風呂場のモップで。